それでは今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずお二人の出会ったきっかけというのを教えてください。カズトとの出会いは、まずは舞台ですね、同じシリーズの舞台で。そうです。共演はしてないんですけど。共演はしてないです。同じシリーズの舞台で、まあに出演させていただいていて、そこで僕の方が後の出演だったので、剣道やっているあの中村和人ってやつがいるよっていうことは、あの当時僕が一緒にやっていた新田健太っていうやつから聞いていたんですよ。でまあただずっと、まあ、会うことがなく、うん、一度打ち上げで会ったぐらいで。そうですね。わざわざ名古屋に会いに行って、はい、お話をして、どんだけ剣道好きだよって、はい、あ、こんな人が俳優でいるんだなっていうのが初対面かな。もともと昔知ってたんで、もちろん仮面ライダーとかあの芸能ではね、やっぱり先輩の俳優さんだったので、まあ、だけど剣道やってるなんて知らなかったですし。そうですね、うん、そこからじゃあ、まあ、僕もずっと十何年やってなかったので、そこで初めてやろうやろうってすごい言われてって感じですよね、出会いはね。でそこからじゃあ何かやりましょうか、やりましょうってなって、その後に、うん、あのだるまさんが転んだしたじゃん、ああイベントで、うん、あれがちゃんとあったんですか。そうですね、それで一緒にお仕事、一緒にお仕事、うん、そう、まあ、このだるまさんが転んだをしたっていうの何か分かんないですけど。そうですね、日本武道館だよ、日本武道館で、でイベントをやった時に、その舞台の、うん、でまあその時もやろうやろうってずっと言われてて、はい、そうですね、あの剣道家のね、そうです、有名の武道館で、うん、僕たちはだるまさんが転んだをした、ふざけてるね唯一あの武道館に立ったのが、うん、はい、その、ね、そうですね、だるまさんが転んだでしたね、うん、剣道ではなく、うん、でも楽しかったよね。楽しかったです。で、そのだるまさんが転んだの鬼は、うん、カズトだったんですけど、そうそう、はい、そのために呼ばれたっていう。まあそれはまあそうですね、その後にだから出会って、うん、まあ大阪にいる木和田さんっていうね、皆さんも知ってるような先生が、はい、広成君が仲良かったですね、うん、あの僕が剣道始めて、あの京都大会で立ち合いを見て、うん、一目惚れして、うん、でたまたま同い年で共通の知り合いの方がいたので、あの紹介していただけることができて、それでこう、まあ、仲良くさせていただいて、で一度東京で会う機会があったんだよね。だから木和田さんが来るから一緒に稽古しましょうよってなって、うん、もう僕も、まあ、木和田さんのお名前は知ってたし、うん、まあ、ちょっとあの間接的には知ってたから会いたいなと思って稽古をしたんですよね。稽古をさせてもらって、ね、そう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 、もともとこの2人がなんでその健太も合わせてやるかって言ったら、やっぱり剣道をせっかくやってるんであれば、その芸能界で、まあちょうどその時炎の体育 TV とかもやってたんだよね、うん、芸人さんがね、うん、でそれでじゃあ俳優のチームを作れないかっていうのがやろうよって言ったらきっかけだったんですよね、まあ、結局それでチーム作って何回か大会には出たんですけど、うん、あ、楽しい時は楽しかったですね。でも正直辛いことの方が多分9割辛かったです。なんか思い出に残ってる辛いことってあります？おー、いや、前に辛かったですそれは高校時代？いや、もう小学校の時から、うちの道場って朝5時半から、その特例みたいな、まあ警察で特例みたいなレギュラークラスは朝5時半に道場行って7時まで稽古して、そこから学校なんですよ。で、また学校終わって、夕方6時から8時まで稽古で、そのまま小学校4年生ぐらいから6年生までやると、忘れないですからね、うん、だからそれが辛かったし、あと、まあ、高校は一番辛かったですよね。でも、辛いとかって小学校って。いや、俺も辛いよ、だから試合で、試合って、もう優勝する以外辛いでしょ。まあ負けるから、ね、もう負けるから。負けるから。もう1回でも負けたらめっちゃ怒られるじゃん、うん、そうですね、人の親に、うん、だから優勝する以外は辛かったから、うん、なんだろうな、基本的に辛いことしかなかったかな、うん、
でもやっぱり試合は楽しかったですね。試合をするっていうことは楽しかったけど、稽古は楽しくなかったよね。辛いは辛い。僕はやっぱりその高校がやっぱり全国区で、まあいろんな全国の高校とさ、うん、遠征先とか、うん、まあ、大会とかで、うん、やっぱいろんな全国の子たちと友達になるわけじゃないですか、うん、まあそれが大人になってもまだつながってたりすると、やっぱりああやっててよかったなとか、あの当時面白かったなとかありますよね。まあ試合が得意っていう人と、うん、稽古だったら自営業だったら力出せるっていう人、2パターンに分かれると思うんですよ、うん、お二人はそのパターンで言うとどっちですか？僕試合の方が好きですね。好きっていうか試合の方が、平井君でもそうだね、伸び伸び試合だなできる、見てても試合の方がすげえなって思う時が多いから。自営業の方がなんかやっちゃいけないこととか、こうしなきゃいけないとか、あ、多分今大人になって先生方にかかったり、多分いろんなね、うん、稽古にやっぱ出向くっていう意味合いだから、うん、そうなんだよ、ね、思うのかもしれない。そうだから小学生までしかやってなかったから、うん、僕地稽古が分かんなくて、うん、そうだよね、そうだよね、それはそう、地稽古っていうのをしたことがなくて、うん、もう地稽古イコール試合みたいな、試合、うん、を想定した試合稽古だったから、大人になってこうまた始めた時に、これってどういう風に先生にかかればいいのかが全く分からなくて、で最近それを学んで、だからやっぱり今でも試合の方がまあ自由にというか、まあでもその中でもやっぱり教えていただいたことで勝てるように、一本入れれるようにっていう風にこう気をつけて試合には挑むようにしてるんですけど、僕はもう真逆です。僕試合ではもう使い物が嘘だよ。僕一番練習試合が一番楽だし超強い本当に、うん、なんだろうね、試合やっぱで全然出せないですね、うん、練習試合も全然いいっすよ。じゃあもしお二人が監督だとして、自分を自分のチームの団体戦の5人の中で使うとしたら、どこのポジションを使いますか？僕はもう中堅ですね。僕も地方が中堅です、ね。はい。それはなぜ？いや、もうそこでしか使いたくないです。使えるとしたら。使えるとしたら。中堅ですね、僕は。中堅副将。中堅副将かな。副将、まあ、勝つは副将大丈夫よね。俺も。あの本当、あ、俺も中堅かな、でもやっぱ、うん、ちょっとね、大将の責任が重いですよ中堅副将だったら今、ちょうどいいから。ちっちゃい頃どこやつ、ちっちゃい頃って僕ずっと大将ですよ。あ、小学校、小学校、中学校、高校が途中で、まあ国体とかもあったので、いろいろあれ変わりますけど、基本的に大将は、まあ、大将、俺大将が無理だった、ちっちゃい頃が。だから、だから大将できる人ぐらいまで良かったんですけど、ね、こういくとね、大将やっぱね、全国来たらみんな強いっすよあと勝てない。大将強いのもそうだけど、うん、大将やれる、うん、あのハート、うん、精神、精神的に、ね、俺、僕一回だけ大将に選ばれたっていうか、一回やってみろって言われて、うん、それこそ本当にちょっと気持ち悪くなっちゃって弱で、そこまでもう全員勝って、うん、先方から副将までバーッ勝ってきて、別になんね、もう絶対負けはないでしょ。でも小学校もいい。でも逆に勝ってるからさ、俺も勝たなきゃって余計プレッシャーになっちゃって、で結局負けたよね。そういうドラマがあるんでしょ。で一人だけあのボリにするっていうトラウマ。もう対処できる人はすごいなと思う。まあ、あと個人戦と団体戦がね、あのどっちが強いっていうのもあるじゃないですか。だから本当に団体戦勝てないのに個人戦強い人とかいますからね、やっぱりね。で、どっちがですか？いや、僕はもう団体戦です。もう個人戦、もうハートが弱いから。え、個人戦の方がいいんじゃない？個人戦は勝てないですね。やっぱ勝負いっちゃうんですよ。そうすると取られんすよ。そうなんだ。そういうの。だから、清田さんなんかね、
個人戦強いじゃないですか。まあ、あの人は団体戦も両方強いから。両方強い。強いけど、うん。あなたでも剣道使うわけですからね、やっぱりね。個人戦とか。俺さ、それ、カズと一緒に剣道見に行くじゃん。うん、とさ、やっぱさ、見てるとことかさ、そのさ、目線が全然違うよね。ああ。なんか、まだ俺はもう全然剣道わかんないから、なんか、派手だったり、かっこよかったりするところを見てるけど、うんうん、なんか、心理的なものとかさ、うん、その剣道を使い分けてるとかさ、うん、そういう風貌で言うじゃん。どういうそういう風貌でさ、言うじゃん、うん。いや、それがやっぱ面白いっすよ。あの、現役の、まだね、俺ね、現役のああいう、もう、日本トップの人たちは。うん、いや、もうね、まだね、そこまで剣道が分かってない。で、僕も大学1年生までしかやってないから、やっぱり言っても。でもその剣道やっぱりそのああいう剣道は大学卒業、ちゃんと出てやってる方で多分分かんないのかもしれないですよね。もう高校、大学、やっぱりトップは全然違いますからね。まあ。いや、これから、だから、そういうところまで、深くまでちょっと。夢は何でしたっけ？どの夢ですか？あの京都大会。ああそう、僕はもういつかもっともっとこう昇段していって、そうです、ね、いつか六段になって、うん、京都大会で、そうですね、はい、朝稽古で、そうですね、はい、その時はいろんな先生に書かれるように頑張りたいと思いますそう、それまでちょっといろいろもっともっと剣道勉強しようと思います。最後に、お二人には言い訳について魅力を語っていただいたんですけども、これからあの剣道を再開しようかな、どうしようかなって迷っている、うん、お二人みたいな方に対して中村さんから一言ずつメッセージいただきたいんですけど、はい、えっとですね